小国こたさんです。桜が綺麗なシーズンになってきましたので、今日は一人お花見をしてきます。ほんまは助っ人カメラマンの山ちゃんとかと二人でお花見したかったんけど、ちょっとスケジュールが合わずで泣く泣く一人でお花見することになりました。これ今見えてんのが京都市役所なんですけど、ここから徒歩2分ぐらいの場所にあるホテル本能寺っていうところが、あの花見弁当を出してはるみたいなんですよ。でそこの弁当をもらって、ね、どこか鴨川とかね、天気いいんでその辺で食べたいと思ってます。これが京都市役所で、ほんまの目の前にホテル本能寺。ほんま天気いいからお花見日和、めちゃくちゃ天気ええな。あ、ここのホテルなんか俺通ったことあるわ。門すごいっしょ、かっちょいい。入り口がこのファミマの右って言ってはったな。ホテル本能寺、あ、これやな。でここの2階上がったところでお弁当受け取んねんて。おお、渋。あ、どうもこたつさんです。どうも、お願いします。弁当ゲットしに来ました。はい、弁当でございます。はい、花見弁当と。ありがとうございます、はい、弁当ゲットしました。よっしゃ。鴨川行く前にせっかくやからちょっと本能寺の様子を見て行きましょう。本能寺到着。カツラがな、これ新しいのやからなんか逆に馴染まへんな、フィットしすぎて。あ、ちょっと桜ある。ちょうど綺麗に咲いてるわ。鴨川向かいます。木屋町通りの桜めっちゃ綺麗。ちょっと反対車線やけど渡ろう。あ、奥に視聴者さんかな、頑張ってくださいって声かけてもらった。めっちゃ綺麗じゃん。おお、素晴らしい。ちらほら違反な、なんかブルーシート広げて食べてはる人が。 あそこ良さげやん。ちょっと離れていこう。ここで桜を見ながらお弁当を食べます。ガチでお花見日和やな、嬉しい。まあ、距離は離れてるんですけど、横にカップルで、あと一つ隣に、女子大生らしきグループ。ちょっと気まずさはあるんですけど楽しみます。これが税込み1200円。どんな感じなんでしょう。オープン。うわ、豪華。めちゃめちゃ豪華やん。何これ、エビとかウナギ。なんかいろいろ入ってる。ちょっと蓋がデロンデロンになるからちぎってへんかな。ええよな。こたつはんの YouTube を見たって言って予約したらお茶つけてくれんねんて。いただきます。すごい春を感じる。全部ちょうどええ感じやわ。なんか下に魚も入ってるわ。すげえな。チキンうま。
ティキンもこれめっちゃ美味しい。あ、桜の香り、桜の香り。1200円払うんやったらちょっとどっか店行きたいわっていう感覚もあんねんけど、このクオリティ見せつけられたら弁当でも OK やな。本能寺の変、うわうまいな。みょうが、うなぎいっちゃいますね。うまいわ、めっちゃええわうなぎ。これが税別で1300、400ぐらいいかれたらもうちょっと心離れるけど、1200円で頑張ってくれてるのが助かりますね。あ、さっきからトンビがすごい頭上飛んでる。トンビ、タカ、トンビか。うわっ、びっくりした、ハトや。俺の視聴者さんでも結構トンビにお弁当とかパン奪われたっていうコメントとかもあったりするから注意せなあかんな。最初なんかこう手合わせてはったからなんか拝まれてんのかなと思ってそうでもないそうでもないですよね。なんかそんなありがたがってくれてるわけではないですよね。でもすごい、あ、会えたことはありがたいです。 ありがとうございます。大きにバイバイ。目の前で重っきし犬がうんこしてる。団子3種類も入ってるやん。花より団子とはまさにこのことや。え、罰ゲームちゃいます、仕事です。そう見えたんかな、しゃあないな。全部ガチ。昨日さ、インスタとツイッターで質問大募集しててん。だから結構みんな質問やってくれたから非常に助かります。で、その集まった質問の中からいくつか、答えていきたいと思います。こたつ班、クレンジングは何を使っていますか？俺はチフレのクレンジングオイル。お肌のケアはされていますか？全くしていません。今までしたバイトは何ですか？めちゃめちゃしてんな。引っ越し、コールセンター、いじめられてた居酒屋、塾講師、コンビニのローソン、あとスキヤ、スーパーのレジ打ちとかいっぱいしました。ゲームとかしますか？昔はウイニングイレブンやってたんですけど、もう今全くしてないですね。靴のサイズは何センチですか？28か 8.5。 スケットカメラマン山ちゃんとの関係は？山ちゃんとは大阪の NSC 吉本の養成所で出会いました。芸人時代の思い出話、お世話になった先輩芸人。あー、これはちょっと長なりそうやな。また別の機会に話すかな。まあほんまに直接漫才を教えてもらったっていう意味合いではザ・ボンチの里見正人師匠かな。こたつ派の名前の由来は何ですか？こたつはもうこれ何の意味もないです。なんとなくのテンポと響きで決めて、班は舞妓班からパクりました。こたつ班にどうやったら会えますか？いや、ツイッターで居場所を言うことが多いんですけど、それ以外は、まあ、この状況落ち着いたらいつかオフ会したいなと思ってます。その時にお会いしましょう。いつも背負っている虎柄のリュックはどこのですか？あるいはブランドは建造のバッグです。姉が、イタリアの新婚旅行で買ってきてくれました。 YouTube の撮影場所に行くまで白塗りなんですか？家から白塗りで出発する時もあれば、現場近くのお手洗いで白塗りにして撮影開始する、この2パターンがありますね。大阪のパン屋さん巡りはする予定はないですか？こたつさん京都チャンネルなんで、この京都チャンネルが盛り上がったらサブチャンなのか別のチャンネルとかでなんかやろうかなって夢見ています。同い年です。本業が YouTuber なのですか？ YouTuber 一本でやらせていただいております。独身ですか？はい、そうです。こたつ班の恋愛での苦い思い出聞きたいです俺が中学生の頃、初デートで緊張しながら映画見に行ったら、全然いい映画やってへんくて、泣く泣くもう全く興味ないカーズっていう映画を見てん。で、映画開始30分ぐらいでパッて横見たら、その子がもうあまりにも思んなかったんやろな、寝てたわ、初デートで。で、俺も寝たわ。なんか音楽は好きですか？ライブに行くとか誰か追っかけしてたとかは全くないんですけど、昭和の歌全般的に好きですね。
と斉藤和義さんとか尾崎豊とかザ・ハイローズ、ウルフルズ、これからもずっと舞妓さんで行く予定ですか、素顔では出ないですか。ずっと舞妓さんでは行きません。舞妓さんが修行期間でそれを卒業したら芸妓さんになるねんけど、で芸妓さんになれば地毛からカツラに切り替わんねん。だから俺も、まあ、YouTuber として修行期間が終わったなと思ったタイミングでこの白塗りとカツラはどっかのタイミングで外そうかなというふうに思ってます。プーマ以外で好きなお店が知りたいです。最近自分の中でメゾンキツネがなんか可愛いなとか思ってますね。キツネ。フルメイクするのにどれくらいの時間がかかりますか。15分ぐらい。よく見る YouTuber は何ですか。僕 YouTube 始める前に一番最初に参考にしたのがカオルちゃんですね。京都で一番好きなパン屋さんはどこですか。いやこれはねちょっとかなり難しいんですけど、南丸木製パン、まあここは強いな。今まで食べた中で最高額のお会計は、一番高額なんが京料理上のちゃうかな。カツラはどこで買ったんですか。ドンキホーテ。身長は何センチですか。182センチ。素顔の時にこたつはんやって声かけられたことはありますか。 3,4 回ありますね。京都さんが FC の選手で一押しな選手は、一押しというか、まあ、昔から見てたんがリータダナリ選手なんで、リータダナリ選手にはもっともっと活躍してもらいたいなという感じです。はい、質問コーナー終わり。答えれなかった質問もいっぱいあるんですけど、また別の機会にやりたいと思います。帰ります。